久々に集まった回が特別の、特別でしたね、今回は。特別でしたんじゃないよ。特別バージョンでした。ロングバージョン。ロングバージョン。やばすぎだよ、マジで。何してんの？メシラジオのオープニングといったら、これをやらないといけないでしょ、もう。今日食べるのはこちら。初めて食べます、この私が。何それ？何これ？豚ホタテ鶏。のカップヌードル。何それ？何それ？わかんない。だって平成ナンバーワンとかって言ってるよ。これ見たことないんだけど、俺でも。ちょっと。の人がいる。ちょっとさ、うんち的に。やば。やばいんだけど、飯ラジオ本当に。何してもいいわけじゃねえぞ。踊ってもいいけど、うんちゃダメだよ、お前。なんだよ。あんだけ意味わかんない、オープニングやってさ、生理現象ダメって意味わかんないだろ。そんな。すげえな、でも。ダメだタイミングがすげえんだよな。なんで今わざと言ってんじゃないかって、なんかそういうプレイなんじゃないかって。なんか、性癖になるんじゃないかと思った。撮影中に、撮影中にうんちする。それは言うのが、やばいよ、楽しい人。マニアックすぎてやばい、先生。ありえない。久しぶりだからな。カップラーメン食べてんの、高橋さんは。最近食べてます。え、そうなんだ。やっぱお昼はね、やっぱ好きだね、結局は。そうなんだ。ここでティッシュ。結局は好きですね。ここで出す気なんちゃうか。そこでうちすんの。ここでうちすんの。ちげえちげえ、それはやばすぎだから。ここでうんちしたらやばいだろ。めっちゃやばい、ほんとにやばい人だ。ちゃんとご飯は食べてんの？ご飯。あ、食べてますよ。まあでもやっぱりさ、あの大変な分、あのママシさんが冷食作れる日はちょっとね、減ったりましたけど、しょうがないね。寿司食べました？寿司。寿司食べたのよ。え、食べたの？寿司ね、その、いや我慢してたの、いや、ママシさんが食べれなくて、だからなんか、だったら一緒に我慢してね、え、君たちも口止めされたもんね。うん、でも今日は飯味飛んでなしね、寿司だから。こんなの普段やってんのに急な寿司会やんないでしょ。食べてねえよ。確かにそうだった。食べてねえよ。いや、それでもうとにかく買いたいのを買って、大トロとか、もう中トロだよ、何やとか、もうスーパーで、うん、あのね、銀の皿。銀皿ね。銀皿うまいね。いや、うまいだろ、それ。前が美味しいけど、シャリなんか重く感じません？あ、結構大きいよ。ねえ、うん、まだいっぱいになるよね。そう。へえ。いや、美味しかったね。久々に食う寿司ってめちゃめちゃうまいね。そうなんだ。うん、なんかよくわかんないけど、泣きそうになったもんね。めっちゃ泣きそう。うまくて。あの時食ったわけね。あの時食ったじゃん。あの時は泣いてなかったんだよ。食ってないじゃん、だから。なんで俺寿司食ったことにしたの。食ってないの。ちょっと泣き返してみる。なんで泣き返してみる。お前ほんと自由だな。お前ほんと自由だな。寿司いいね。飯食えよ、寿司食べたいね。何しか今日ないけど。食べたいね。寿司はね、ほんとに。あれはよく行くな。100円の回転寿司。うん。いや、いいね。子供に、ね、ついていくのすごい便利。いや、いいと思う。子供でも食べないんじゃなかったっけ。お寿司系。お寿司はね、子供食べない。上のネタだけ取って、ごシャリだけ食べる。出た。わかるわ、でもそれ子供の時そんなだった気がする。何なの。でもこだわりがあって、うん、このシャリしか食べない。定食すぎるの。卵とエビのシャリしか食べない。どう一緒に見えてくる。小学生だから大変になりそうだね。ねえ、難しいんだよな。でも今の回転寿司って何でもあるから。ああ、そうか。いやいや、要は寿司だけじゃないんでね。うんうん、なんかうどんとかもでしょ。ああ、だから子供でも連れてっても全然食べられる。いや、いいなぁ。これも行きたいな、その回転寿司。いや、早いし。ああ、すぐ来るしね。
いや、いいなぁ。お寿司っていうか、その…お寿司いつから食べました？何歳ぐらいで。もあんま子供の時好きなのかな。あなたじゃないよ。何度もおじさんの初めてお寿司食べたトーク気がそうとしてる。でも一応3年生の時は食べた。違う、いい、3年生のおじさんの時の3年生だった。何歳だったかな。違う違う、いいよ、いい、君もいい。君もいいの、君もおじさんだから。小3、小3とかじゃない、違う、いい、違う、違う、おじさんのじゃない。違う違う、それねじゃねえ。聞いてないの、おじさんの寿司がどうぞ。おじさんの初寿司は聞いてない。お子さん、いやでもね、いつぐらいからあげさせました。生ものとか、そのうちまだ生あげてなくて。え、生も食べていい。いや、いい、たぶんもちろん全然大丈夫なんだろうけど、なんかいつ、なんかストップしてたから生あげてない、あげない方がいいってなってたけど、でもそのいつ生ってあげ出すんだろうって思って。基本的に、でもなんか歳ぐらい最近の、うん、そういう考え方って基本早くあげた方がいいらしいよ、うん、えという説もあるんだって。何それ、そんな言われたの。説の中で、ああ、なんかあるらしい。ああ、そういうこと。早くあげた方がいいって。なんかそのアレルギーって今どっちかってこうやめて、やめ、なんか食べさせないようにして、うん、何歳になったら食べていいよみたいなのもあるんだけど、うんうんうん、早めに食った方がアレルギー対策がつくというの説もあるらしい。ちょっとそんな発言なんですか。バンバン食わせてるんだよ。いや、でもその多分年々にあった胃の消化とかあるから不可能なものもあるんだろうけど、うん、だから、それ有名なのは本当に赤ちゃんに蜂蜜あげたらさ、本当に死んじゃう。あ、そういうのはね、だからダメなものもあると思う、やっぱり。あ、そっか、蜂蜜とかあげちゃう。あれは蜂蜜は何歳までダメなの。知らない、いくつだったっけな、俺も忘れちゃったけど。そのあの、ダメなんだよね、最初ね。むずくね、そんなの。むずいねえよ。むずいむずい、ちゃんとね、間違えて壊しちゃうよ。蜂蜜は本当にあの死んじゃうから。ねえ、本当に間違えて。最初教えてくれんの、ちゃんとその教えてくれ。あ、なんか冊子みたいなとか、まあ、あるんじゃない。蜂蜜はダメみたいな。あると思う。メープルシロップはいいの？ん？メープルシロップは。メープルシロップもダメじゃないから分かんない。いいのかもしれないね。いいのか。ガムシロップはオッケー。ガムシロップ。なんかいろんな意味でダメじゃない、別に。ガムシロップいける。ガムシロップあげる機会ないから。ちょっと何切れとかあんの？ミルクに入れてさ。うん、アメだろ。アメだろ。甘い系。どうだ？どうだ？やば。やば。いや、ちょっとね、その。シア連れてったらいいんじゃないの？一回連れて。連れてきましょうよ。ねえ。ね、いいじゃん。そんなにアイスとかもだからあげてないのよ。いけないんだ、アイスって。ちょ、いけないとかじゃなくて、それはなんつうの。まあでも一生食べなくてもいいもんだからね。まあ別に、そうそうそう、死なないからね。あのゼリーとか、その、あ、甘すぎるチョコとかまだだからあげてない。え、あげちゃいけないの。いけなくはないよ。いいよ、あげてもいいよ。いけなくはないんだけど、うん、マックは。あ、マック全然食べてる、うち。え、マックは全然食べてる。マックはいいの。いや、いいよ、マックはいいよ。なんか食べていいんだよ、全然。全部食べていいよ。いや、全店舗やるのさ。全コメダ、コメダ、コメダ好きだな。コメダ、コメダ好きだな。コメダ、コメダが、コメダな、なんだっけ、あの、うまい。シドモア。あれ、あれ、あれいいじゃん。あれ美味しいじゃん。あれ美味しいよさ。あれとかあげていいの？あれはあげていいでしょ、別に。まあいいのか、いらない。いくらでも買ってようかな。買ってくれるんだ。うん。確かにな。難しいな。難しいよね。カップ麺は？カップ麺あげてない。うん、なんで？なんか。なんであげないんですか？うん、こんな好きなんですね。いやいや、その俺は好きだけど。そうそう。やっぱ自分が好きなものを押し付けないと少しは。押し付ける。逆じゃない？逆じゃない？いや、カップ麺、親父がカップ麺食っても無性に食いたくなった年齢ありません？あるね。子供の時。あれなんなんですかね、わかんないけど。あれ、そう思ってるかもしれない。ジュニアも。確かに。思ってるかな。ちょっと一回こう、麺一本だけこう。確かに。うん、1ヶ月。うどんとかだって食うでしょ、たぶん。うどんは食うよ、全然。だからカップ、ラーメンはダメなの。いや、いいよ。もういいよね。ラーメン食べてるよ。え、あの、お店のちびっこラーメンみたいな。あ、それはあげてんの。これあげてる。以上飲んでダメなの、豚ポテト。大丈夫、ダメじゃないよ。豚ポテト。なんだっけ、それ。豚ホタテドリ。あ、ホタテか。じゃあ、あげたらいいじゃん。あげたらいいな、それ。あえて別にあげなくない。あえてあげることなくないですよ、カップ。あの豚ホタテ？有名な？あげないの？なんで？期間限定、今しか食べさせられない。今しか食べさせられないのよ。一生は思ってるかもしれない。ねえ、もしかして。あの時のあれがいい。あ、あの時のあれやっぱ美味しかったな。親父と食ったやつって思い出すかもしれない。ねえ、豚。で、探してなくて。そう。やっぱあれ。やっぱあの時の、で、あの結婚式ムービーで出てくるかもしれない。子供だけが出てくる。でもまださ、友達が探してきてくれるんだよ。そうそう。一個でガッと出しいよって。
あの時の味だみたいな。そんな感動ストーリー生まれる豚ホタテ。復刻版って書いてあるんだよ、ここに。ほら、これ知らないんだよ、復刻版って言われちゃうけど。初めて見た、豚ホタテグル。もうちょっとさ、なんかカップヌードルの動画もなんならちゃんと全部最近美味しかったって写真撮ってんだよね。えー、やる気じゃん。やりたいのよ、カップ麺チャンネル。ちょっとじゃあ佐藤さん編集やってじゃん。もう今もね、編集がいれば、あの編集なしやっちゃえば、編集いいですよ、カップ麺チャンネルの編集ぐらいから。つなげつなげ、いじってればいいでしょ。いじってればいいでしょ。いじってればいいでしょ。俺が慣れしゅう入れればいいのかな。食べてますねーって。どう、だいたい俺のこと毎回あげる。だいたいうちで来年しても毎回同じで変わってんから。食べ物やばかった、メンチャンネルじゃん、ね、やった方がいいよ。今後はやっぱワンピースがいつ終わるか分かんない時に向けて、うん、カップ麺チャンネルっていうのをやっといた方がいいんだよ。弱えな、なんか。いや別にあると思うけどな。いけるいける、いけるよ、だってやってないんだもん誰も。それすごくない。いや本当にいないよ。からどうなんだろうね。俺インスタとかではある気がしてるんだよね、カップ麺の全国の写真を、ね、あるかもね、ストーリーとか上げてたりも、はいはい、ぐらいで、やるなら全国行かなきゃだよね。そう、やる全国規模の取り寄せとかだよね。そう、やろうよ。いやいやいや、そんな熱やんな、熱やんな。俺やりたいのよ、これ。食い物チャンネルみたいな、見たいのよ。あ、そう、やりたいんだ、食い物。カップ麺はもう、高橋さんってある程度さ、やっぱ見てくる人いるんだからさ、うん、ゼロから始めるカップ麺チャンネルよりさ、うん、まあまあ、いや、俺が今新しいカップ麺チャンネルの炎上を探してきてもいいんだけどさ、うん、すごい炎上、すげえ熱量ある。炎上探してまでやりたいの。炎上探して、カップ麺チャンネルやっぱやりたいよ。めちゃめちゃやりたい人じゃん。やりてーじゃん、カップ麺。いや、一回だから個人チャンでその何、最近美味しかった、今月のおすすめカップ麺ベスト3、ちょっと一回あげてようと思ってんの。伸びないのか。どうなんだろう、ね、いや、俺トッカスで伸びそうじゃない。トッカスで伸びちょっとあるんだよ。どうなんだろうね、なんちょっと分かんないよね。一生続けられるよね。うん、まあね、うまいよこれ。うまいな、なんか初めて食べるこのカップヌードルの味。それ今日でもだから多分、うん、第一人者っぽく本当にカップラーメン協会とか分かんないけど、なんか立ち上げて、あるじゃない、さすがに。あるのか、なんかそういう代表とかになって、うん、そう、研究協会ビジネスは、そうそう、うまくいったらもうバカ儲かるから。なんかそれでなんか研究家みたいなさ、うん、なってスーチャルでね、うん、で、あのマツコの知らない世界みたいに出るぐらい。うわ、なんストーリー見えたわ、見えた、野望がすごいな、野望が。ストーリー見えた。で、あれ、そしたらいいんですよ。いけるいける、ストーリー見えた。3年計画かな。3年計画だ。3年計画で。参加の授業計画ちょっと。いいじゃん、ちょうどワンピースが終わる頃にちょうど今度、そしたらこっちに切り替わって。切り替わって。ちょうどいいタイミングだよ。うん、すごいなんか勝手に後ろで盛り上がってるけど。ラドカップメンチャンネル。ついに始まんない。毎日食べなきゃダメだよ。毎日。いやー、ちょっとそれもなんだよね、結局。いや、そのエピソードは必要。いやー、3年間は正直毎日2食、カップラーメン食べてましたっていう。いや、1日3食っていう。そう、あー、それでもいい。だからそのエピソードないと弱い。やっぱ弱いね。週1回食べてましたね、弱い。弱いよね。弱いね。全く響かない。そんなに努力したんだみたいな。マツコさんも言ってくれる。むしろ。なんでやった。マツコさんも。言ってくれるよ。そこまでいけば。確かに。なんなら日に5とか10とか言った日がありました、言わなきゃダメ。言わなきゃダメ。なのに痩せてるわねえ。マツコさん、言ってる。いいじゃん。やった方がいいよね。せっかく家にいる仕事なんだよね。いいじゃん。俺、うまっ。だからもう、と、あの、どっか出かけても、旅行行ってもカップラーメン食べる。それやってよ。確かに旅行行くたびにカップ麺買わないといけないんだ。そうそうそう。あ、じゃあそのインスタント麺手出すかどうかじゃない、あとは。あとはカップラーメンの美味しい食べ方作ってもいいよね。ああ、自分内の、もうよりこれ美味しくする。カップ麺にも特化しておくんじゃない？インスタントなしで。何十回話してる、そのカップ麺ちゃん。俺が飯ラジオでこれをやるために。あんただよ。俺好きなのよ。あんただよ。やってほしいんだもん。火つけたらあんただよ。でもちょっとついてるんだからさ、せっかくならやってほしいよね。やりたいな。インスタってやっても勝ち方わかんないじゃないですか、僕らは。そのインスタを知らないからさ。まあね、まあでも、まあね、TikTok やるじゃん。 TikTok やるじゃん、まずはカップ麺。 TikTok からさ、なんでこれ、いたじゃん最近 YouTuber で。何 TikTok の人がさ、YouTuber になって一気に1000万人いった人。あー、ジュニアさんみたい。あー、あれ TikTok かな。そうなんだ。そっちで3000万人ぐらいいるのかな。すごっ。だからそのパターンやろうよ。カップ麺で。カップ麺で。カップ麺で TikTok で火つけてから。カップ麺で TikTok どう火つくの。
一句だけ弾いてちゃう。カップ麺あるある。そう。ね、踊りながら食べんだよ。うん、あのね、何でもやりゃいいってわけじゃないんだよ。何でも混ぜりゃいい。何でも混ぜりゃいい。ズーズーのコーナー曲に合わせちゃう。あ、でもそれ伸びそう。戻してね。してね最低で。こうやって。あの、レモンに合わせてね。だいたい米津玄師レモンに合わせてやるんで。いいじゃん。いいじゃん。やろうよ。BTS やろうよ。なんか流行りの。飲むんだね。バターね、塩バター味とかあるからね。伸びるよ。いいじゃん。ついに勝ったな。勝ったな。勝ってないやば。やんなきゃな。いけるわ。チャンネル立ち上げときますよ。じゃあもうアカウント作って。そうすればやるもんね。ちょっとバックだけ買いたいからいろんな足りたい。ああ、そうだね。やっぱりね。こういうとこじゃつまんないから、うん、今日はだからその外で食べましょう。そう、常に外で食べていく。カップラーメンの良さはそこだから。どこでも食べられるんだから。あのキャンプとか行ってね、キャンプ YouTuber とコラボして。ああ、それいいじゃん。いいじゃん。一人でカップ麺食ってる。みんなバーベキュー、みんなバーベキュー。おしゃれにしようよ、そのカメラのすごい一眼ですすげえおしゃれな映像にしてさ。確かに。ユキうまそうに撮ってる。そう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 。なんかあばれる君がやってるの見たことあります？キャンプってさ、飯作ってるやつが、めっちゃ映像綺麗なんか。あ、そうなんだ。全然喋ってないの。ええー、いいじゃん。すごい、まあドローンも飛ばそうよ。ドローンから空中撮影で。どうやって？どうよ。入ってってね、中で。俯瞰的に俯瞰的な。中入ってって。中入っていけないのか。洞窟撮るノリで撮れない。いや、夢広がんな。広がったな。やんならもう今だよね。もう今しかないよ。チャンスだわ。年内、年内。年内か、確かに。年内立ち上げられなかったらもうやめた方がいい。スタートもう、もう、だからライブ出ちゃう。ライブ出ちゃう。そんな出るの？いや、もうアイディアがすぐ出たら実行に移さないともう負けちゃうから。そうね。すぐ出てくるから、その、もう、いろんな人は。アイディアはもういっぱいあるんだから。これ考えてる人はもう、何万人もいるのよ。じゃあもういいよ、これをちゃんと、これを動画いいよ、カップラードの方で出してやる。いやいや、それやるんだったらこんなダメダメしちゃダメよ。こんなダメダメしてて伸びないから、絶対。どうやるのがいいんだろうね。普通に食べてればいいのかな。どうなんだ。普通さんはトイレ後入れ。正直でも10分も見てらんないよ。まあ、6分だな。6分。3分でいいじゃん、カップ麺。あ、3分でいいじゃん。3分だ。そこを全部一貫して3分。ああ、確かに。いいね。ね。いいじゃん。いいね。あれ今た TikTok 3分もやるんで。3分。あ、ちょうどいいじゃん。TikTok ちょうどだ。まあ、ちょうどだ。ちょうどだ。なんか TikTok のために。やる人生まれた人だ。やってねえのに。なんでやってねえのにそっちで生まれた人なんだ。いいね、カップヌーベルチャンネル。確かにありだな。ありだよ。3分だったらできんじゃん。すげえ楽勝じゃん、3分。ちょっと個人チャンネルは試すな、だから。それはね。もったいないね、でも。もったいない。ああ、一本損したな。一本損したよな。もったいない。もったいない。もったいないか。そのチャンネル、だからカップ麺続けられなかったら、いろいろね、うん、僕らがいろいろ他のチャンネルしていくから、それ。またまたですか。なんで別のチャンネルになってくるんだろう。またやる。メインチャンネルやるべきだよね。一発目気に何がいいんだろうね。やっぱ、もう日清、イボよ、もう。ノーマルの。ザ・オード。ノーマルでいく？ね、カップね。それでやって伸びてんの、ヒカキンさんぐらいじゃなくて。普通のカップ麺の食って伸びるのは。いきなりジャドンのとこまで行くぐらい？オード。新しい。じゃあもう分かった。ヒカキンさんの格好して、うん、真似して、それ取ればいいじゃん。カップ麺オード。ありだな。よくたまに似てるって書かれるから、サムネとかで。あ、そうなの？ね。名前もさ、そういう風にちょっと近づけたいんだよ。うん。そのだけ。年金。なんか、年金。年金？カプキン？カプキン？カプキンがいたから。カプキン。なんかいいんじゃない？近づけてないんだよ。何する？カプキン YouTuber ってかっこいいよね。誰もいないんでしょ？わかんない。いないんじゃないの？いるのかなって、なんか分かんない、見つけられなかったよね。それか一旦距離やめちゃったからね。まだラーメンはいるんだよね。すすで3回いるからね、うん、カップラーメンか。誰に今から格闘っていうのは絶対無理なんだから。もう無理だって。100万人ぐらいいったよね。あれまだ、いや、いってんじゃないですか、とっくにね。いける、うん、いってるイメージ。あ、98.8 万人だ。え、もうすげえ。100万人だよ。すげえな、うん、今100万人でいっぱいね。いや、まあいっぱいいるけどさ。すげえな。うん、
だカップ麺で100万人登録だ。うわ、誰もいないんだから。誰もいないから。ね。今言ってるけど、本当に行く？1万人もいないじゃん。分かんないよ。まあ今、ほら、すぐには行かないよ。まあ、まあ、ね。長い目で見て。まあ、行くかどうかは、いや、わからん。わからない。もう本当に全然行かないかもしれない。行かなそうなんだよ。恐ろしいぐらい行かないかもしれない。恐ろしいほど行かないのよ。なんか行かなそう。行くよね。まあ、だからカップラーメンに、なんかちょっとプラスアルファ、ちょっと、まあ、ワンピース話してもらおうか。絶対ダメ。絶対ダメ。あ、そういう、それが一番伸びない。そうするそうするじゃないよ。そうしてもいいよね。行くない行くない。もし伸びなかったらいろいろちょっとつけばいいよ。つけよう、おまけよ。そしたらまたタビちゃんがもう一個生まれるだけだよ。おまけの話もなさそうか。ないよね。チャンネル自体はないのかな。ちょっとわかんないけど。ほら、いやいや、でもちょっとやってはみたいよね。だって好きなもので暮らすんだから、 YouTube は。まあ、ワンピース終わった後好きなもんが、まあ、ワンピースのチャンネルはそのままちょっとなワンピースあるカップラーメンが来るもん。食って結局後からやっぱ伸びますから。まあまあまあ、カップラーメンか、ゲーだ、メイドつけるものがあるか、カップ麺のチャンネルやればいい。よいしょ、うまっ。最後の挨拶とかもね、なんか決めとく。今じゃあ決めとくここで入りの挨拶と、うん、入りの挨拶と終わりの挨拶。はい、入りの挨拶どうすんの。どうカップ麺切り一番正しいです。こんにちは、カップ麺です。いや、もうやばいでしょそれは。今日もカップ麺3分経ったらなんか光るみたいなの。ああ、ウルトラマンでな。あ、いいね。あ、だ3分前近くなったらピコン、ピコン、うん、ってね。ピコン、確かに。それで食べちゃんと終わらせなきゃいけない、ね。そう。でも最近のカップ麺でも5分とかあるよ。え、それはダメよ、だから。え？3分限定？3分のカップ麺しかやっちゃダメ。あ、カップ麺3分限定チャンネル。だからもう、3分のカップ麺だけ。いや、絞りすぎだね。5分捨てなくて、大体美味しいやつって5分とかになってるよ、今。なんで本格的なやつとか。絞る。もったいない。絞るでしょ。どうしてチャンネル分けてんじゃん。5分チャンネルも見てね。そう。もったいない、もったいない。その分けはアホだけど。3分、4分、5分。4分も確かにあるけど、あんまないよ。4分の方が動画すごい少ない。動画すごい、断ろう。ね、断った方がいいよ。あとはカップ焼きそばを入れるかどうか問題ね。それは入れるでしょ。入れなきゃ、だってもう1チャンネルだよ。めっちゃ入れてる。作ってもいいか。作ってもいいかじゃない。なんで俺もカップ麺だけで4チャンネル目を持ってる。アホすぎるでしょ。おもろいよね。面白いけど。その、何、思考が面白い。全部毎日更新せよ。お金結構いくでしょ。カップうどんとかを分けるよ。分けよう、分けよう。分けよう。うどんも分けよう。そばはそば。分ける、分ける。全部分ける。パスタも分ける。パスタも、パスタも分けちゃう。うどんの4分とかなんでしょ。うどんの5分。分けよう、全部。10チャンネルぐらい。全部分ける。全部。専門性大事だから。やばい。やっぱこれからニッチの時代だから。ニッチで攻めないと。全部1でいい。全部ここでいい。いや、だから分けて。ニッチで攻めないと。やっぱ売れねえから、やっぱニッチで攻めないと。面白いな。うん。いけそうだね。いけそうだね。ついに始まるんだね。ちょっとやりたいな。でも本当にやりたいんだよ。やりたいの。好きだから。こういうのはだって家で10分までは撮れるからね。そう。でもなんか どこをやるか本当にやるなら詰めるけどね。多分俺その星5つみたいな、なんかこう味とかね、なんかこの麺とかね、でやった方がいいよね。多分ね。やった方がいい。ね。いや、これでも本当にやりたいはやりたいんだよな。でも、それ10チャンネルぐらいやんないよ。10チャンネルぐらいやんない。いくつ上げた方がいい。でも最初から高得点上げて、うん、上げすぎて、あの精度ちょっと厳しくなってきたんだけど。大体星が多いんでね。どんどん増えていっちゃう。結構何点にしとかなきゃ厳しいかもね。確かにね。星のやつ、項目があって最後何点って言っとかないと多分、はいはい、ほとんど、星4とかつけたくなるでしょ。なるなる。2とかつけるな。じゃあ細かく上げないんじゃないの。なんか、20項目ぐらい。めんどくさい、めんどくさい。めっちゃ項目多いじゃん。めちゃめちゃこだわるじゃん、カップ麺、そいつ。項目ごとに分けよ、チャンネル。で、あっちの
の項目で、あのそれについて話してます。麺の硬さについては、いやいや、分けんの。このカップ麺で3チャンネル分けんの。麺、スープとか見た目とか。やばやば、なんでチャンネルをオーダーさせてんの、無駄に。この動画見てくださいで、ね、別のチャンネル通されるんで儲けれますよね、でもお金はね、倍の倍だよ。確かに一番儲かるかもしれない。儲かんないよ。あー面白い。はい、はい、ちょっといつか人知れず始まってるかもしれません。はいはい、今年中がいいですか、やっぱ。いやいやいやだな。じゃあほんと作って1000人いったらもう動画あげるよ、だからそれ。はい、ね、最初にね。ああ、行くでしょ。行くよな、それは行くと思う。いや、行かないんじゃないの。行くでしょ。いやー、面白い。ああ。疲れちゃった。疲れちゃった。ごちそうさまでした。おしまい。はい。お願いします。